みなさん、こんにちは。 ネクセックハワイが日本語でお届けしています。こんにちはハワイ。コストの国瀬ゆかりです。今日の放送は話題語マスターで話題語奏者、話題語アンサンブル曲作曲家でいらっしゃる中井つさんをスタジオにお招きしています。中井さんお忙しいところありがとうございます。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。早速ですけど話題語はい話題語を 始められたのが、とっても小さいとでうから、あの幼いにほとんどないんですけど、三歳の時にはもう叩いていたと思うんですね。三歳から叩いていた。父親が日本のその盆踊りで、あの大阪出身なんですけど、あの関西でそういう盆踊りが流行んで、でヤグっていうこの舞台みたいな、高いヤグラ、ヤグを上の方で、ヤグの上でこう歌う人だ。歌う人なんです。叩い 叩く方ではなかった。はい、あの温度取りって言うんですけど、温度って歌を歌う人で、それをするには太鼓を鳴とかいといけなかったみたいで、なるほど。はい、その温度のその一座の中に、はい、自分の師匠が温度を取ってるとき、歌ってるときに自分は太鼓を叩いてた。よう、父親が小さい頃からしてたみたいな。なるほど、じゃもう代代みたいな感じですそうそうそう。と中井さんは小さい時きはその屋の上の方に上がったりしてたんですか？ええ、もうね、そうですね、五六歳ぐらいの時に屋根に上がっ で、あとまあ背もねちっちゃいですから背もなんかこう台みたいなミカンバ、それこそみかんバこのようなやつの上に乗って売ってましたね。じゃその時の記憶はあるわけですね。あります。はい。え、太鼓っていうのがそのじゃこれを仕事にしよう、これを自分のまあ今一生のお仕事ですよね。はい。え、にしようというふうに決心されたっていうのははい。それはね割と最近なので最近あの2012年にあの家族で 和太鼓を広げるたためににハワイに移住してきたんですけどそれまでずっと3歳からはいあの太鼓をやっていてただ太鼓もこうたくさんいろんなこうジャンルがあってもともと僕も二十歳ぐらいまでは盆太鼓っていわゆる盆踊りで打つ太鼓を専門にえどこの一座にも流派にも入らずにフリーでこういろんな大阪市もしくは兵庫えうちの地元の枚方の方とかえの太鼓を盆踊りがあればこう回っていたような。 でも盆踊りって普通夏ですよね。そうなんです。なので、冬は。あの冬は、あのそんなにすることなかった。なるほど。はい。まあ太鼓の指導とかなんかされて。たはい。あのずっと自分で商売もしていましたし。ただ太鼓の稽古の趣味で、ま続けていて。二十歳ぐらいから、こう。いろんなこう、和太鼓のプロの方。ああ、要素の和太鼓だけで、ご飯食べている人。たちで、ええ、その盆太鼓以外のジャンルの太鼓に、こうどんどん。ええ、ん太鼓を習いながら。 いろいろジャンルがあるとおっしゃったんですけど和太鼓の中にもいいろろ和太鼓いわゆる和太鼓皆さんがね盆踊りであるようなこう民謡に取り入れるような太鼓もあればそれこそ今はもパーカッションみたいな形でもうドラムのようにたくさん太鼓並べて組太鼓っていうてですけど自由にこうチームみたいなグループで打つ人もいますしソロでやる方もおられる。 はいはい。集団ですね。えー、そうですね。あとは、もう、それこそ、まあ、トラディショナルって言われる、その伝統系の太鼓もたくさんあるんですね。はい。ええー、日本には、こう、いろんな地域地域に、こう、その地域に。ええー、ずっと、だいたい伝わってきた太鼓の保存会みたいなのがたくさんあって、はいあ。伝統芸能みたいです、ね。そうなん、そうなん。もういわゆる伝統芸能ですね。まあ、あの、三宅っていう演目が、あったり、やたやばやし、演目があったり。はい、ああ、もう、太鼓を知ってる人なら、もう、誰もが知ってる、有名な、こう、<ー>伝統曲。 が深いわけですねとっても歴史が長いっていうのを聞きしたことがあるそうですね太鼓自体はもう本当に最も古い楽器って言われていますし鳴れば音が出ますからミファソラシドなんかなかった時代メロディーのね楽器がなかった頃からも縄文時代の頃から縄文時代からそうですね動物の皮を今も太鼓っていうと動物の皮を張って。 それだけですね、はい、電気を使うわけでもないですし、なんか和太鼓っていうのはこう、こういうような形をしているっていうのか、はい、あの少しこう、いわゆる和太鼓にもたくさん種類があるんですけど、ねはい、いわゆる宮太鼓、長堂太鼓って言われてる皆さんが太鼓を思い浮かべた太鼓は、こう、木をくり抜いて、はい、まあそれも太い木が今ないので、ちょっとワインの、こう、あれが、ね、そうですね、あ,のあれはちょっとこう音があのより反響していくような形にするために、まっすぐじゃなくて。てでこっち側とこっち側に そうです。川両面張ってますね。で、川の振動で、まあ、音を共鳴させて。すごい大きな音を鳴らす。なるほど。まあ、生音ではもう一番大きい楽器と言われているので。なるほどですね。はい。で、ちょっとここでですね。あの、実際にう、打ってるっていう。はい。はい。あの、その場面を、あの、一分ほどの動画で見せていただきたいと思います。はい。ぜひぜひ。はい。let's show the the video so that we can see what kind of performance he is。 えええありがととうございいますはっこれはいつこれは六月毎年やってるパンパシフィックフェスティバルのワイキキで打ったやつだと思キんですけど今のは「ドリフト」っていう曲でちょっと特徴があって一列にこうずらっと並んでえまあマーチング系のようなこうみんなが揃っていってもクロスしていくのですね間違えると相手のね隣の人が打ってちゃう非常に怖い曲なんですけどまああの。 普通はもっといろんなこう大太鼓が入ったりしめ太鼓が入ったり、いろんな高低音のアンサンブルの曲になってます。今のはちょっとマーチ。でこう年齢もいろいろ小さいお子さんもいらっしゃって、そうですね。うちのスクール月曜日以外毎日太鼓スクールやってるんですけど、そうなんですね。土日もなく、土日もなく。月曜日今日お休み。お休みありがとうございます。2歳からもう上はシニアの方までね、あの太鼓を習って。 でうちは今年齢によって若干クラスがたくさん分かれていて、はいえー、今そうです、ね、10歳からインタージュ,ジュニアっていう子たち本当に上手な子が多くて、うん、もう週4回習いに来ている方もおられますしいや1回レッスンは1時間です、ね、1> 1時間なので、まあ、週に4時間ぐらい,ていく。はい 今のパフォーマンスなんかですね見せていただくと本当にそのコーディネーションが移動したりとかいろんなサイズのものを作ったりとかであのぐらいできるまでにはどのぐらい練習してんですか今の曲はちょっとこうねいろんな覚えていかないといけないし手の動きとか手の高さも揃えていかないといけないちょっと時間かかるっていうとどのぐらいですの とっても難しい曲難しいパートがあっても簡単なパートも必ず作ってるんですね。で太鼓の良さっていうのは始めたばっかりの人でも一緒に何て言うんでしょうギターのにコードがあるわけでもないですしピアノにメロディーがあるわけでもないので誰でもとりあえずバチを当てればドンっていう音は鳴ってくれるので簡単なパートで 同時にもう何十年もやった人たちと一緒に曲がすぐ参加できて初心者から上級者まで一つのパフォーマンス入できちゃうそれもすごい楽しいところの一つ太鼓の醍醐味というかなかなか普通の楽器でじゃあみんなで一緒に演奏しましょうってですよね太鼓だともう普通にどんどんどんって四分音符打ってくれてればそれがベースになってそこに僕たちが細かいリズムを入れたりとかなのでどんな人でも一緒に打てるっていう。 で先ほどおっしゃったのはこの曲はあのこの曲を作られたのはいそうですね長井先生が作った曲いろんなタイプの曲をまあ今はいいいですかあどうぞどうぞどうぞはいちょっと CD を二枚出させて今セカンドアルバムでまあ打ち方もこういうふうにこういうふうにはいこんな感じでいろんな打ち方が太鼓もあるんですけどはいあちなみにこの二枚目のアルバムははい これが一枚目今年のハワイナホクアノハのアワードというそのハワイのグラミー賞と言われる音楽の最高の祭典がお祭りがあるんですけど、そこに今グラフィック賞でノミネートされて、グラフィック賞でノミネートされて、もうそれこの間発表されたばっかりなんですね。なるほど。それは素晴らしいですね。でもね、いらっしゃって10年も経ってないのに。そうなんです。はい。曲をこういろいろ作って で、あのいろんなジャンルいろんな打ち方があるんですよねこの写真で見てもらったら分かるように野球のバットみたいなそうですね野球のバットのような大きなやつ確かにバットみたいなここに大きいのがありますねバチですね全てがバチですねはい。バチって言うんですかバチでチ。はいい。ろんなサイズのバチがあるとそれを先ほどちょっとあのしゃってたのはこうただ バンバン打つじゃ、だけでもいいです。そうですね。はい、まあ、あのしなりとバネでこう打つので。しなりとバネそうです、はい。あのー。はい。そんなに筋力がなくてもね、<laughs> はい、あの、もちろん大太鼓で。大きなバチを、あの、立って、立走で。はい、ずっと打ち続けるようなプレイをする人は、はい、筋肉ムキムキの方がいいんですけど。あのー、僕が作ってる曲っていうのは。あのー、別に女性の人でも。<laughs> はいあのの、ね。力が筋肉がなくても、しっかりこう。はい 体全体を使って腕のしなりでヘッドのスピードを上げて音を出していく。ということはむやみやたらに強く打って、はい、その音を出すではなくてしなりそうです、ね、波のような感じでそうですね、体はしなって確かに女性というのは上半身がやっぱりどんなに訓練していらっしゃる方でもね。 いやいや男性に劣るところがありますけれどそう,そ,うそういう方はもう問題なく女性の方が、ね、多いんです太鼓スクールも世界中どこの太鼓スクールもそうなんですけどんす9割ぐらいもっとかな90%ぐらいも日本もそうですしどこの太鼓教室もどんどん女性の方 でも解雇教室はそうでも実際に盆踊りで打ってらっしゃる方男性ですね。実際プロでやっている方は太鼓は出すのが多いでしょうけど女性もっと頑張りましょう盆踊りでやってください皆さん。そうですねなので女性の方はジム代わりというか朝の隠しいい運動太鼓はもう全身を使って打つので手だけでパチパチ打つわけじゃない。ゆっくりななリズムはもう 全身でっまあそうですね割と近いところでもあるんですい。で僕もダンス系の曲もたくさん今座ってらっしゃるんで中井先生見えないととても背の高い方でいらしてそのうねりでやるとかなりのパワーがあるんではないかと思うんですがそうですね。パワーがなくても全然誰でも。 むしろ優しく打つとか小さく打つ方が難しい。で、そのじゃあ,あのまた後半このお話をちょっと写真を見ながらお話しさせていただこうかなと思うんですが、はい、その実際にやってみて、はいえー、どんなこう反応があるかとか、うん、お子さんたちとかシニアの方とか、うんはい、そういう話もまた続きお願いいたします。ありがとう。ございますありがとう。ありがとう。あり a とう。ありがとう。ありがとう。あり e とう。ありがとう。あり b とう。ありが t う。ありがとう。ありがとう。 Aloha, I'm Dave Stevens, host of the Cyber Underground. This is where we discuss everything that relates to computers that's going to scare you out of your mind. So come join us every week here on thinktechhawaii.com, 1 p.m. on Friday afternoons. And then you can go see all our episodes on YouTube. Just look up the Cyber Underground on YouTube. All our shows will show up. And please follow us. We're always giving you current, relevant information to protect you, keeping you safe. Aloha. Mabuhai. My name is Emmy Ortega-Anderson, inviting you to join us every Tuesday here on Pinoy Power Hawaii with Think Tech Hawaii. We come to your home at 12 noon every Tuesday. We invite you to uh, listen, watch uh, for our mission of empowerment. We aim to enrich, enlighten, educate, entertain, and we hope to empower. Again, maraming salamat po. マブハイ and アロハ。ライブでお届けしておりますックック。ハワイの日本語番組、こんにちは、ハワイ。今日は話題構想者の中井智さんに話を伺っています。それでは、引き続きよろしくお願いいたします。よろしく。えっと。 さっきの写真にも少し出ていたんですけれど、動画に、お子さんたちもいっぱいやってらっしゃるってこと。学校やってらっしゃるわけですね。そうなんです。マラソン挑発をやってまして、火曜日から月曜日以外はもう毎日。はい。午前中は割とシニアの方、シニアの方もやってらっしゃる。やってます。もう朝の9時から。高齢者でもできちゃうんですか。全然できる。何歳ぐらいまでやってます。いやもう何いくつなんだろうなもう70代はもう間違いないですね。はい今の70代元気ですね。後半ぐらいの方もおられると思います。

いろんな太鼓の種類がありますね。そうですね。センターのまあ大太鼓も低音を。担う。はい。そうですね。どんな。先生はどこにいる。んですかこの赤い服着てる。はい。これ桶太鼓としめ太鼓割と高い音の担当している。プランド。はい。はい。 で、後ろの方にもいろんな方がいらっしゃる。そうですアンサンブルでといくつものパートを、あ、まあ、合わせて。手がペア、ッと高く上がるとかっこいいですね。そうですね。はい。そうですね。大きく、体全体を使って、打つのがもう太鼓の。体全体を使って、打つ。はい。え、ハワイシアターと。これ、はハワイシアターですね。どこにあんですか。え、これはダウンタウン。あ、じゃ、このスタジオのそばですね。スそばの。はい。ね、電飾の。綺麗。あ、はい、はい。そうですね。で、next one i これはえっと5周年の時にハワイコンベンションセンターでうちの単独のディナーショーをさせてもらって500席以上埋まったかなもう満席ではいはいその時2時間コンサートをさせてもらって2時間はいぶっ続けですかえっとほぼぶっ続けですねその時の一曲 今日先生髪の毛少しお長くなってますがこの時は短く2年ぐらい前はいはいちょっとすごい汗がいっぱい出てるそうでするので汗だくにはなるのですねやっぱりこうその2時間も打ち続けるっていうのはそれは結構大変なんですけどねもう足も痙攣してくるし下半身が大変なので立ったままですね立ってますし踏ん張ってますはい女性の方もいるし男性の方もやってらっしゃるそうですね はい、これは肩、終わった感おけい大鼓って言ってその肩から太鼓ぶら下げて、はいはい、ま両面打つんですよね。両面に皮が。そうです、両面に皮が。これは馬の皮を張ってるんですけど、普通は牛の皮を張ってるんですね。なるほど。この担ぎ桶は馬の皮を張ってる方が多い。この皮の種類によって音が違ったりとか。はい、軽い音であの少しま高めの音で、はい、抜けがいい音ですね。抜けがいい音を言うんだ。はい。 両面を打たれる。両面打ちますね。肩からこう下げるっいうのはかなり重い。えっとまあ慣れれば大丈夫。なるただあの木のくり抜きの太鼓のような重さではないので、あのなんか空洞というか、桶を桶に皮を張っている。ああ、桶だいという種類。これは桶だいこという種類。まああのお客さんとかに飛び込んでいける唯一動け。ほう。ね。はい。パフォーマンスの人が。そうです。そうなんです。躍動感がある。はい、いいですね。はい。 で、学校のことなんですが。そうですね、これつい、練習の写真で。あ、そうなんですね。これ本当ちっちゃい子さんいますね。そうですね、これはもうジュニアクラス、8歳、9歳の子たちかな。これ教えてらっしゃるのも、中先生ですか。はい、僕です。これ道場がありまして。あの、太鼓、ここでも毎日。この子たちは、どのぐらいやって。る えーとこの子たちはだいたい三年とか四年の子が多いかなはい中には二年ぐらいはい好きなんですねみんなねそうですねあの子供はみんな太鼓好きですよね音出すのってねそうなんですだいたい親にうるさいとか言われるここではもう出してもいいと太鼓を習うとこうねレストランとかお箸でね太鼓打っちゃうなるほどなるほどうちの娘もそうでしたお嬢さんいらっしゃるんですねはい。 最後に一番いっぱいいらっしゃる写真があるので見せていただきます。コンベンションセンターをみんなでそのねディナーショーやった時にうち大体年間60ステージぐらい月に45本はどこかで演奏してるんですワイキキのホテルであったりウェディングであったり企業のイベントであったりこれはもう自分たちでやる単独のコンサート。

よかったわけですよね。はい、アジアにいたってよかった。しなんです。あの。はい。世界で太鼓を広めたいと思って、いろんな準備をしだして。で、まあ、当然ハワイを一回見に行こう。アメリカ最初はもうみんドの方も。検討しなんかカリフォルニアの方でも結構話題。そうですね。あの、どこも今も太鼓ブームなので、あの、アメリカにもたくさん太鼓教室もチームもある。そうなんですね。で、まあ、うちも、まできれば最初、世界進出するのに。 暖かい気候のところはいいなというところで一 <laughs>、ね、回ハワイを見に行ったんですまだ、はい、全然決まってない、はい、そうするとハワイはすごいほら日本の文化がう入り込んでいてで、ね、<の>古い文化がまだ残っていますねそれこそボンダンスなんかも毎週にどこかのお寺さんであって、はい、そうですよ、ね、6月からから毎週に、ね、6月から9月まで日本は大体も7月8月6、7、8、9まである <laughs> 確かに。で、毎週どこかで、踊りをされていて、何重にもなって、踊り子さんが踊ってて。なかなか、そういうのも、すごいカルチャーショック。なるほど。はい。でも、あんまり。あの、ボンダンスでも、太鼓を打ってる人がいなかった。ね、で。中学でやってますよね。そうなんです。割と、その、聞くと、あの、まあ、ちょっと、こう、ずれたり、太鼓の音とずれると、踊りにくくなる。はい。あの、あ、そういうことかと思って。はい。で、自分ボンダンス、ボンダイコ長いこと。 ハワイにはあ鼓を好きな方がすごい、太鼓されてる方もたくさんおられて、ハワイの文化も根付いてたので、じゃあ、まずはここを取っかかりで、まず、日本のね、僕英語が全然まあ食べれないので、それもあって、ハワイだと、なんとか、日本人の方もたくさんおられて、来てくれるだろうし、アメリカのメインなどにいつかはもちろん行きたいんだけど、まずはここ、ハワイを拠点にしてるっていう形。 そこにあった文化に自分のものを入れていくっていうような感じハワイの文化自体もすごい僕も好きなのでハワイの音楽ハワイアンミュージックとかそういったものと打楽器の日本の話題をミックスされるような新しい世界の曲を作りたいなと思ってましたハワイの人はこうなんかこうひょうたみたいなのを打ったりそうですねあれも独特のリズムでクラとかでもねされておられます なるほどじゃ先ほど見せていただいたアルバムを作りになったのもハワイをテーマにうですそハワイの海だとかハワイ語の曲がたくさんあるんですけどハワイの海をテーマにしたり大使をイメージしたりしてるはい。そういうインスピレーションが湧く場所なんですね。ここはで太鼓はメロディーはないけれどんかこういろんな何て言うんですか感情を出したりとかそうですね本当に メロディーがない分もリズムとアクセントのものの2つしかないのでそれをまあみんなでチームみんなで作り上げていくそれをこう聞いてくれた人がすごいやっぱ感動してくれるハワイの人たちみんな温かい方が多いですし最高好きな方が多いのでうちも年に何回かアラモアの食ンに行って子ども一時間行ってもらうんですけどすごい人が集まってます。でですねねあからそうなので、あのー 恨ん、はい、で涙流して聞いてくれる方られる素晴らしいですね。あの私ちょっとこの指導をするために、はい、あの勉強させていただいたんですが、はい、その太鼓っていうのはこの鼓動人間の,、はい、あの心臓の鼓動に呼応するものがあって。そ うちあの子連れの方とかたくさんまあおられるんですけどちっちゃい赤ちゃんとかでもあのすごい太鼓の音音うるさいじゃないですかうるさいんですけどもせやせや寝るんですよね寝るんです赤ちゃんが赤ちゃんがどんどん寝るんですよねその振動と母親の中中にいるのあの親御に近いやっぱり音らしいですね今後ですねどんなことをされていきたいのかなっっとまだまだねあの曲もたくさん 生徒さんねアルバムもまた3枚目4枚目出していきたいミュージックビデオのようなものを作っていきたいですし生徒さんが本当に今上手になってきてて世界でもトップクラスに上手なんじゃないかなという子たちたくさんいるのでそんな子たちをプロデュースしながら生徒さんももっともっと仲間を増やして今のも何倍も仲間を増やして。 なんかとっても忙しくなりそうですけれどもまあまあでも忙しくね。何とハワイで生きていけないのなるほどはいわかりましたもしこの話題以降に興味があってですね例えばまあやるまではいかなくてもあのちょっと見に行きたいなとか体験レッスンが毎日のようにやってますしこの7月はいいですかいや全然どうぞ7月の31日8月の1日2日に あのサマースク大人も子どもも子ども午前中大人は昼からなんですけど、はいえー、和太鼓を初めてような方を対象に、はいえー、3日間こう、ね、サマースクール、はいはい、こう習ってもらって、はい、で最終日8月の2日にはこうアラバーのショッピングセンターで、はい、みんなでう発表会もあるわけですね。ぜ、ねはい、ぜひぜひあの興味のあ そういう方はどういうふうにあの調べれば中井先生の学校は調べられますか？えっとドラゴンビートで検索してもらえばすぐ出てくると。ドラゴンビートはいでドラゴンビート日本語だとハワイは大工でもハワイは大工はい。ま中井先生の名前を入れていただいてそうですね。はい。はい。でドラゴンビートで調べてもらったらホームページとかフェイスブックとか必ず掲げているので、はい。そこにアドレスと電話番号はいわかりましたありがとうございますはい。 そあそろいそろ時間でした。もうだまだいうんす、えー、もっと話したうですよ、ね <laughs> はいまた。また次回読んでください。<laughs> はい、分かりました。お呼びいたしまし <laughs> はい。Uh, okay, we are out of t i m e 中井さん thank you very much for coming.Stay tuned for more shows in Japanese.Thank you all for watching.ThinkTech Hawaii. I'm your host, Yukari k u n i s e s e e you next time.